37の東京男です。前の IT 会社うつになり転職して障害者役で別 IT 会社に採用され PIC のキッティングをやっており IT 系底辺です。月額手取り14万、障害者年金4万円もらっています。副業禁止で給料が低すぎるため IT 系転職を考えているんですが、年齢の割に経験不足知識不足を指摘され、いい会社に巡り合うとかはできません。続きます。また、貯蓄がなく収入を超えた額を使ってしまい実家に借金をしている現状です。家族に心配され実家に戻って1年でも休めと言われてますが、休むとさらに就職がうまくいかないだと思い不安です。心療内科に通じ10年たくさんの薬を服用でしたですが、改善していると思えず現状維持しているだけな気がします。ご意見いただきたいですということですね。まあでもその病気治す方が先じゃねえかと思うんですけど、その通りですね。はい、なんかその病気治さないで頑張ろうとする人ってあれ何なんですかね。結局あれなんですよね。なんだろう、こう自分のコンディションを良くするとパフォーマンスがついてくるというか良くなるっていうことはあんまり知らないから、今なんかこう調子が悪い状態で休んじゃったらもっと悪くなるんじゃないかって多分思っちゃうんですよ。でもどちらかというと問題点は調子が悪い状態で無理してるから今うまくいってないってことに気がつかないってところで、僕の好きな話で木こりの話があるんですよ。木こりとノクギリの話があって、ある木こりが一生懸命こう木を切ってるんですよ。で全然こう切れないんです、ノコギリがもう錆びてるんで、でその人に、いやお前さ、そんな錆びたノコギリで切ってもしょうがないし効率悪いからちょっと一休みしてノコギリ研いだらって言ったら、いや忙しすぎて休む時間もないんだ俺はって言って、切れないノコギリで木を切り続けてるっていうありがちありがち、はいはい、そういう状況だと思います。はい、そこら辺会社もだからそのエンジニアなのになんかすげえしょぼいスペックの PC 渡したりする会社とかあるんですよね。で多分それやっぱ人間にも多分そう来ちゃうんですかね。なんかあれなんですよね、例えばそのなんか、追い詰められてることに安心感を感じてるって問題にまず目を向けた方がいいかもしれないですよね。追い詰められて一生懸命やってるから、で一生懸命やってるとそれはそれでいいことをしてるような、なんか努力をしてるからこれは正しいみたいな。なんかその物理の病気とか怪我の場合ってみんなさっさと治そうとするじゃないですか。なんか足折れましたって言ったらもう大工とかできねえから足治るまではちょっと我慢するまでなんですけどそうですね、なんかその心の病系ってなぜか治らなくても俺いけるって思っちゃう人の割合が高いのって何なんですかね。あれは心の病とかいわゆる認知機能に問題をきたすような病気になった場合って自分がうまくできてるかどうかも判断できないんですよ。足が折れたら立てないからどう頑張っても立てないんで分かるじゃないですか。ところがその認知系とかメンタル系の病気の場合っていうのは本当は精神的に言ったらもう自分立ててないんですよ。でも自分が立ってるかどうかを判別する認知能力すらなくなっちゃってるから、うまくいってない問題起きてるってことに気づけないって感じです。その不安を感じてドキドキしてるまま会社に行く人とか、あと微熱があるのに働く人とか、その体がこれ危ないよって信号を出してるのに無視する人って結構最近多いじゃないですか。多いですね。あれってそのずっとそれに耐え続けてしまったがゆえに鈍感になってしまったのか、無視する能力を獲得してしまったのか、何なんですかね。多分ピアプレッシャーが多いと思うんですよね。よくほら忙しい自慢とか、いやちょっと体調悪くてとか、いや熱っぽいんだけどちょっとこれ仕事やんなくちゃいけないからって忙しい自慢する人いるじゃないですか。あれって悲しいことに忙しい自慢をして、仕事をしてる人と、しないで仕事をして同じ量の仕事をしてる人を比べると忙しい自慢をしてる人の方が優秀に見えてしまうっていうバイアスがあって、人間ってだからみんな自分はしんどい中でやってるんだって言いたいんですよ、人って。ひろゆきさんみたいに、いや別に暇ですけどとかって言う人いないんですよね。いやいろいろ忙しいんですよね、こんなのやってあれもやっててって言っちゃうんですよ、やっぱりみんな。そうすると自分が本当にしんどい時もみんなしんどい中でやってるって思っちゃうんで、本当はみんなしんどくないんですよ。本当は楽してるんだけども、いやもう全然もう寝てないよ、昨日の睡眠時間2時間とか言いながら本当はね8時間ぐらい寝てるみたいな、いるじゃないですか、そういう寝ない自慢って。それを真に受けちゃうんですよ、周りが言ってるのは。だから、本当はダメなんだけどみんながやってるからやらないとってなっちゃって、これでこうブラック企業がこう生まれてくみたいな。あの人はあんなにこう寝ないで頑張ってるんだから私もこれぐらいでできるはずみたいな。そうです。でも実際はみんな寝てるっていうへえ、生真面目なんだ。まああとあれですよね、怖いんでしょうね、その集団から弾かれるのが。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。